70代と90代の違いシリーズのテイクバック編としてやっていきたいと思います。結論から言うとですね、バックスイングの時の両肘の位置にあります。なぜこの動きが必要になるかというとですね、3つあります。ハロー YouTube、 マイケル長谷川です。今日はですね、70代と90代の違いシリーズのテイクバック編としてやっていきたいと思います。こうスイングをしていく中でですね、自分が思ったようなスイングにならない、例えばもっとインサイドから打ちたいのになんかカット打ちになってしまうんだとか、すくい打ちになってしまうんだっていう方はですね、全てですね、このテイクバックにあると言っても過言ではないので、今日はこのテイクバックの動きをしっかりやっていきたいなというふうに思います。結論から言うとですね、このテイクバック、バックスイングの時のこの両肘の位置にあります。このテイクバックで左肘よりも右肘の方が高い状態になっているのが正しい形になります。これが後ろからだと、こういうような形ですね。なぜこの動きが必要になるかというとですね、3つあります。1つ目の理由としてですね、右肘がこの位置が入るとですね、まず腕と体がしっかり同調した形で上がります。コメントとかでもよくいただく質問なんですけれども、理論は分かったんですけれども、このスイング軌道が変わりませんっていうね、コメントも多いんですけれども、この動き出しでですね、一番やってはいけないのが、こういう状態ですね。肩が回らないで、腕のローテーションを過度に使ってテイクバックをしてしまう。なんとなくこのトップの位置っていうのは出来上がるんですけれども、実際はですね、これ肩が全然回っていないトップになるので、このままスイングをすると基本的にはカット打ちで、カット打ちを手で直そうとすると今度クラブが下から入るって言ったり、こういうような動きになってフェースが開いて右に飛んでいく、こういうミスになってしまうわけですよね。テイクバック、よーいどんで、手と体がこのようにバラバラに動かない、ここまでこういう状態で上がっていくということですね。まずこれが一つ目です。二つ目の理由としてですね、このように腕と体がシンクロして同調して上がっていくと、トップの位置の肩の周りが深くなる。この YouTube ではデプスを深くって言ったりしますけれども、トップの位置のこのボールとこのトップの手のここの感覚ですね、例えば先ほどの手上げの状態にするとすごく浅くなるわけですよね。腕と体をシンクロさせて上げていくことによって、ここのデプスが深くなると。そうすることによって体の捻転が大きくなったりとか、このダウンスイングに入ってきた時の時間が生まれますので、あっと思ったものがうまくスイングの補正ができたりするので、曲がりにくいスイングになったりします。ですからバックスイングっていうのはしっかり深いトップを作るというのがポイントになるので、まずそれもできるようになると。で、3つ目の理由として、テイクバックでこのような状態で上がっていくと、クラブヘッドが、要はクラブが寝ない状態で上がってくるので、ダウンスイングでは自然にクラブがこういうようなシャローな状態に入ってくるので、インサイドからボールを打っていきやすくなると。いわゆる右回りのスイングができるようになるということなんです。この3つの理由から、このバックスイング、テイクバックで左肘よりも右肘の方が上にある状態、この状態ができているかどうか、スイングの精度を決める上で大きく関わってくるということになるわけなんですよね。で、皆さんのスイングどうなっているのか、スイングを見ていただいたときにどこを見るかというと、左腕が地面と平行の位置に来たときに、左肘よりも右肘の方が下に見える、これはもう手上げになってしまっていると思っていいと思います。このように正しくできると、左腕が地面と平行のときには右肘は左肘よりも高い位置になっているっていうのが正しいです。それではですね、プロゴルファーのスイングを見てみましょうか。南萌寧プロのスイングになりますね。アドレスからこのテイクバックいきます。ここからですね。これカメラアングルが結構下から煽って撮ってるんですけれども、左肘よりも右肘の方が上にある形になっているというのが分かると思います。このトップの位置まで右肘が常に上ですよね。ダウンスイングではこれがこう上がっていったものが反サイドこういう状態にシャローに入ってくるので、左肘よりも右肘の方が下になってくるということになるんですね。そうすることによって右回りのスイングになっているということです。はい、マキロイですね。みんな大好きマキロイのスイングです。スイングどうなっているのかというと、テイクバック、はい、どうですかね、左肘は右肘高いですよね。トップの位置までこの右肘のと左肘の関係ができているということですね。で、ダウンスイングはこれが下半身から入ってきながら、こうやって右肘がこのような状態に入ってくるということですね。次、
タイガー・ウッズ選手。このタイガー・ウッズのこのスイングもですね、ちょっとカメラが下から撮ってるので、右肘が下に見えやすいと思いますけれども、これがですね、このようにですね、はい、右サイドが全部高いですよね。はい、高い状態でいって、ダウンスイングではこういうふうに絞って入ってくると。最後いきますね、最後。マイケル・ハセがですね、マイケル・ハセが最後に出していくということでですね、これだけのメンバーでね、そこからマイケルということでですね、順番がちょっと違うんじゃないかっていうふうに感じるんですけれども、スイングの精度をちょっと置いておいてですね、このテイクバックのところ見てくださいね。このテイクバックのところを見ると、はい、右肘、右腕、こう見えてますよね。で、常にずっと最後まで右肘が上にあります。で、ダウンスイングはこれがこう入ってきますね。まあ、こんな感じのスイングになります。はい、そういうわけでですね、このマイケル調べではですね、プロゴルファーで言うともう 98% 以上の選手がこの形になってます。バックスイングで、この右サイドが常に高い。この状態になっていると。皆さんのね、スイングを見ていただいたときに、この右肘のポジションがバックスイングでどこにあるかっていうところを、まず動画でね、確認してみてください。上級者の人ほど、やっぱり右肘のポジションが高い位置にあると思います。じゃあちょっと打っていきますね。このポイントとしては、このバックスイングに行った時に、右肘の位置がこの位置に入ってほしいので、ここのポジション、シャフトが地面と平行のポジションでは、手元とクラブがあまり変わらない。このように腕のローテーションが入ってしまうと、もうここで腕と体の距離が出てしまいます。同調して上がった時に、この位置。手とクラブヘッドの関係が、まあ、後ろからこうカメラで撮ったらですね、このポジションができると。ここのテイクバックのこの位置ができたら、そのままトップの位置、フィニッシュと。バックスイング右肘トップの位置フィニッシュ。基本的にもうこの位置に上がっていけば、もうこれはもう反省で右回りのスイングっていうのはほぼ確定している状態になりますよね。腕と体が同調しているデプスが深い右回りのスイング、肘のポジションを意識することによって正しいテイクバックっていうのを身につけることができますので、ダウンスイングで一生懸命クラブをシャローイングシャローイングって言ってこうやって倒そう倒そうとしてもですね、バックスイングが今の位置に上がっていかないとこのシャローな状態に入ってこないっていうことが見ていてわかるんじゃないでしょうか。で、今度逆に手上げですね、この状態でいった時ね、右肘が、まあ、こんなに極端に出る人いないんですけど、やっぱりこうやってバックスイングで右肘が下に来てしまう方っていっぱいいますよね。こういう風に上がると反作用でこのような状態で逆回りのスイングになってしまうので、いわゆるカット軌道になってきますね。スティープダウンとかって言って、これ最もボールが曲がる打ち方になります。こういった理由から、このバックスイングの時のテイクバックの時の両肘の関係、この左肘と右肘の関係は左肘よりも右肘の位置高く上げていくっていうところがポイントになります。もし右肘が左肘よりも下にあるっていうのであれば、テイクバックですね、しっかりとこのような状態で右肘の位置を高くするようにしてみてください。高くっていうとこういう高くじゃないですからね、ゴルフスイングの一丁目一番地と言ってもいいんですけれども、アドレスの次に大事なのがこのテイクバックのこのハーフウェイバック、このポジションです。ここに入ってくるかそうでないかでスイングの流れっていうのは大きく変わってきますので、ぜひここをチェックして練習してみてください。それではまた。マイケルゴルフ TV を運営しておりますゴルフコーチの長谷川哲也です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。現在ですね、私たちと一緒に働いてくれる方を募集しております。私たちの理念というのは、ゴルフの楽しさと感動をですね、できるだけたくさんの方に伝えるという活動をしております。まあ、その中で必要になってくるのは、この障害スポーツであるゴルフというのを長くですね、楽しく健康にですね、続けてもらうためのスイング作り、それから体作りっていうのをメインにですね、皆さんにこのサービスを提供しているというような企業になります。ぜひですね、この動画とか、この理念に賛同していただけるゴルフインストラクターの方、それからトレーナー、それからセラピストの方いらっしゃいましたらですね、ぜひ一緒に仕事がしたいなと思ってこの動画を作っています。ご興味のある方は下の概要欄に応募のフォーム URL を貼っておきますので、そちらからご応募いただければと思います。ぜひこのゴルフ界を盛り上げるために力を貸してください。よろしくお願いいたします。